空対空用小型標的は防衛省技術研究本部と川崎重工業によって開発された航空自衛隊の訓練に使用される使い捨て標的機。訓練空域で戦闘機から発進させて空対空ミサイルの射撃訓練に用いる。同じ標的機を陸上自衛隊では対空射撃用標的の名称で採用していて、こちらではランチャから発射して 対空兵器の射撃訓練に用いている。これまで栄光型標的では訓練できない射撃訓練は全て高価な自立型標的機を用いていたが訓練経費低減のため高度ではない訓練用の安価な標的機が求められた。そのため訓練に必要な旋回性能、最大速度性能を有しつつ、機械発品などを活用した。 低価格かつ小型軽量な標的として開発された。赤外線、またはレーダー誘導方式の空対空ミサイル射撃訓練や直進中、または緩やかに旋回中のアオン速の標的に対する訓練での使用を想定している。2004年度から部内研究が始まり、2006年度から2009年度に試作実施、2009年度から2011年度まで、 試験を実施。2012年度から配備開始。J、アクメ -2 の構造図胴体と、キロジュール -14 ターボジェットへエンジンが一体化した構造で、胴体中央部の主翼とビブに4枚の全誘導式制御用フィンを備える。戦闘機の主翼カパイロンに搭載して、空中発射して使用し、使用後は海に沈める。燃料タンクは、 一般的なインテグラルタンクではなく、加圧された外角構造に、ブラダータンクを収めた構造としている。飛行中はエンジンからの中期で加圧する。これにより、部品点数を削減した簡素で、低価格、かつ信頼性の高いシステムとした。飛行パターンは事前に、プログラム入力する方式だが、離陸後に発射墓器から変更もできる。 赤外線誘導及びレーダー誘導ミサイルに対応。訓練データは標的機から発射母機に送られる。射撃情報は標的母機で記録でき、地上装置で再生可能。ありがとうございます。